ボーイズ対戦車ライフルはイギリスで開発された対戦車ライフルである。1937年にイギリス軍が採用したボルトアクション方式の対戦車ライフルで、その名は開発者の HC ボーイズ隊員にちなむ。1934年より開発が行われて1936年に試作第1号が完成したもので、当初予定された名称はスタンションアンチタンクライフルであったが、 採用直前に死去したボーイズ隊を忍んで解明された36インチに達する超重心より発射される1 3 9ト、mm、ル弾は通常の小銃と比較するとはるかに高い破壊力と貫通力があり戦車の他に沿平号や機銃座、飛走高車両などに対しても用いられユニバーサルキャリアやダイムラー偵察車にブレンケー機関銃の代わりに乗せて限定的な 対戦車能力を付したものもあった。当初使用された。55ボーイズ弾は90度垂直に立てられた装甲板に対し、100ヤードの距離で通常弾で1 2ト、mm、ル、鉄鋼弾を用いて1 8ト、mm、ルの貫通能力を持っていたが、対戦車ライフルとしては初速が低いため、特に演射性能が低く、性能は優れたものではなかった。そこで、銃弾を軽量化するなどして、 初速を向上させる改良がなされ、改良型の55ボーイズマーク2では70度の傾斜走行に対して100ヤードで20ミリメートルの貫通能力を持つようになった。だが、マーク2が配備された頃にはすでにこのような性能では、ほとんどの戦車の走行には通用しなくなっていた。欧州では当初フランスと北アフリカ戦線に配備されており、各国の対戦車ライフルと同様、 1>, 1号戦車や2号戦車、3号戦車といった対戦初期の戦車に対しては有効であったものの、戦争が進むにつれて戦車の装甲が強化され効果が薄れつつあった。太平洋戦域では主にイギリス軍とイギリス連邦軍に配備され、ミルン湾の戦いとマレー侵攻で日本軍戦車と対峙するも、本銃の評価は完全に無力であったとしている。 しかし、上述のミルンマンとマレー進行とは反対に、ビルマの戦いでは、第一パンジャブ連隊が、ボーイズ対戦車ライフルで2両の日本陸軍の、軽戦車を撃破したとしている。対戦車兵器としての役目は、対戦車ライフルより軽量で、効果的なピートが登場したことで、1943年に、取って代わられる形で運用を終えた。しかし依然として、射兵物や延体越しの対人射撃、 バンカーや軽車両への攻撃にも大きな威力を示し、欧州戦線、太平洋戦線ともに運用は対戦後期まで続いた。1937年から1940年までの創生算数はイギリス、カナダ合わせて約6万2000兆である。本銃は機関砲に似た外観を持ち、一見すると自動火器のようにも見えるが、ボルトアクション方式の手動連発銃である。 通常のボルトアクションライフルと異なり、球団は脱着可能な箱型弾装を用いて上部から行われる。全長は約1.6メートル、重量は16キログラムと、通常の小銃に比べるとはるかに大きく重たく、重心長だけで1メートルもあった。重厚部に生体器を備え、設置部を横に幅広く取った。T 字型として、市中内に、 衝撃干渉装置を備えた短足を持ち、さらに射撃時には重心部全体が2 5ト、mm、ルほどござして反動を緩和する構造を持っている。装備には皮で包まれた分厚いゴムパッドが装着されており、これらにより大口径弾の強烈な反動をかなり抑えることに成功しているが、それでも連続射撃は相手に首や肩の痛みをもたらした。本銃の特徴として、 重波が通常の重機とは逆に前方に傾斜していることが挙げられるが、これも強烈な反動を受け流しやすくすることにより、重波を握っている手首を痛めることを防ぐためのものである。照準器は300ヤードと500ヤードの2段階可変式だが、最後機の生産分は距離表示のない固定式となっていた。照準器の精度はさほど高いものではなかったため、後には、 小銃用の防炎小準器を装着できるマウントアダプターも用意された。使用する弾薬は55後継弾でベルティットと呼ばれる薬莢底部が帯状に肉厚になっている形状の弾薬を用いる初期型の55ボーイズマーク愛は 60g の鉄鋼弾を初速秒速747メートルで後期型の 55ボーイズマーク2は4 7 6ムの鉄鋼弾を初速秒速8 8 4ルで発射する。威力はマーク2が500ヤードで垂直1 8 8トル、100ヤードで垂直、23. 2 3 2トルの走行板を貫通できた。貫通力の向上を狙い、タングステンを用いた弾身を初速秒速9 4 5ルで 打ち出すハバップ弾も開発されていた。これらの他に、射撃訓練用に使用される22口径弾用の実行形アダプターがあり、これを用いた場合には、22LR 弾を発射できた。ボーイズ対戦車ライフルは、基本的に1形式しかなく、外見の際は公式には、製造所の違いとされているが、便宜的に、初期、後期型の区分がなされているほか、主に使われた。 55バイト段に初期型のマーク I と後期型のマーク II の2種類があることからマーク II とする分類もある。マーク I 干渉装置内蔵の T 字型端足と円形の重厚性待機を装備、イギリス本土、バーミンガムのビッサ社で製造された初期型とも故障される。マーク I 干渉装置のない単純な構造の V 字型2脚と長方形の側面に穴のある ハーモニカ型重厚生大気を装備、カナダ、トロントのイングリス社で製造された、後期型とも呼称され、愛を指してマーク2とされることもある。この他、空艇部隊向きに重心を30インチに短縮して、マズルブレーキを廃止した短縮型が試作されており、マーク2もしくはエアボーンと過小されていたが、正式採用はなされなかった。 現地改造で重心を短縮したものも存在し、これらは主に太平洋戦線で用いられている。この他、アメリカではイギリスより導入したボーイズの重心を独自にブローニング M20 機関銃のものに交換した。50口径弾使用系を改造により製造している。ストップザットタンク、カナダ国防省からの依頼で制作された兵士向けの映像教材。 カナダ軍兵士による実銃の発砲シーンのほか、メンテナンスや狙撃の方法などが解説されている。制作はディズニーが受け負っており、内部機構の動作をアニメーションで表現するなど工夫が凝らされている。ラットパトロール1960年代に制作されたアメリカのテレビ映画、ドイツ軍装甲車として登場する M3 ハーフトラックの車上に搭載されている。ストライクウィッチーズ。 リネットビショップがハーモニカ型重構成大気を装着したものを使用している。なお、T 字型端足及び2脚は装着されていない。ワイルド7重心を短縮し、運搬時に2分割できる構造のストレート型木製ライフルストックを装着。断ンを使わずに手動装填の単発式とし、ライフルスコープを装着したカスタムモデルが登場する。第4話、コンクリートゲリラでは、 主人公の批判が狙撃に用い、第19話、谷間のユリは金に散るではストックが、後床のないピストルグリップ型に変更されており、ユキがバイクのハンドル部に取り付け、市街地を走りながら発射する派手なアクションを見せる。バトルフィールド V 石膏兵の武器として、ゲーム内、イベント、タイドオブ王の報酬で追加された、戦車や、 輸送車両に対して致命的ではないもののダメージを与えることができる。日本では、ボーイズを、ボイスと表記している例も見られる。ウィークス、ジョン 1979P910 が、アンド、リーランドレッドアーミーハンドブック1939から1945スットン 1998P197ISBN0750917407。ありがとうございます。